アイテム番号、SCP-672JP。オブジェクトクラス、政府、特別収容プロトコル。すべての SCP-672JP-A は個別にビニールパッケージに封入の上、定期検討物品保管庫に収容されます。SCP-672JP-A の個数や損傷の度合いに変化がないことを確認し、収容状況の記録を行ってください。また、口述する方法でランダムに選ばれた SCP-672JP-A の機能実験を定期的に行ってください。SCP-672JP-A に実験以外で直接触れてはいけません。SCP-672JP-A を用いた実験を行う場合は、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得た上で、必ず被験者の1メートル以内に D クラス職員を配置した上で行ってください。SCP-672JP-B のオリジナルは定期検討物品保管庫に収容してください。SCP-672JP-B のキャプチャデータは、財団のデータストレージに保存されます。SCP-672JP-B のキャプチャデータの閲覧は、セキュリティクリアランスレベル1以上の職員ならば許可されています。実験以外では禁止されています。SCP-672JP に類似する製品が発見された場合は、即座に販売元を特定し、対象の回収と関係者への入念なインタビューを行った上で記憶処置を施してください。説明。SCP-672JP は、3kg のダンベル、SCP-672JP-A と指定、32個と、16本の VHS ビデオテープ、SCP-672JP-B と指定、です。SCP-672JP-A は鉄を主体とする詳細な成分が不明な合金で製造されており、重り部分に、DR の文字を意匠化したロゴシールが貼られています。SCP-672JP の異次様性は、SCP-672JP-A に直接触れた状態で、SCP-672JP-A を単に保持している以上の力で運動すると、使用している筋肉が著しく発達する一方で、それ以外の筋組織が萎縮する点にあります。筋組織の増大と萎縮はほぼ同様であることが実験により判明しています。また、実験の結果以下の事実が判明しています。SCP-672JP-A の効果による増大及び萎縮の対象となる筋組織は、横紋筋や栄滑筋、髄筋、付髄筋の区別がありません。SCP-672JP-A を右手に握った状態で、右手以外の部位を運動させた場合、その部位の筋組織が増大します。運動している部位の筋組織が増大し、一部分の筋力が向上するが、横隔膜や心筋の萎縮による呼吸停止、心停止の可能性があります。全身を均等に運動させた場合は全身の筋組織が増大しますが、周囲の人物のうち最も近くにいる者の筋組織が萎縮します。全身運動によって SCP-672JP-A を保持していない人物の筋組織の萎縮は、最大 12km の距離を置いても確認されました。SCP-672JP-B は、SCP-672JP-A を用いた効率的な全身運動を指導する VHS ビデオテープです。再生時間は90分で、ミスターマンを名乗る身元不明の男性が SCP-672JP-A を保持し、同様に身元不明の男女3名と共に体操をする内容となっています。SCP-672JP-B 自体には異次様性がありませんが、SCP-672JP-B の指導に従って運動することで、周囲の人物の筋組織の萎縮と引き換えに、付随筋である心筋はもちろん消化器を構成する栄滑筋を含む全身の筋肉を増大させることが可能です。また、SCP-672JP-A を用いた運動をせずに SCP-672JP-B を視聴すると、全体重の 1% 程度の筋組織の萎縮が生じることが確認されています。SCP-672JP-A と SCP-672JP-B の併用により、容易に全身の筋組織を肥大化させることが可能ですが、骨格や血液には変化が及ばないため、SCP-672JP の乱用は骨折や急性の貧血を生じさせることが判明しています。また、筋組織の肥大化による筋力の向上は確認されていますが、運動能力の向上につながった例は報告されていません。これは、急な筋力の向上に脳や神経組織が対応できていないことによると考えられます。SCP-672JP が発見されたのは、岡山県、市議のハイツにおける集団消息不明事件によるものです。全8世帯が居住する、
ハイツにおいて、合計14名が職場や学校を無断で欠勤、欠席したことによりハイツの親である、氏が警察に通報したことで、通信を傍受していたエージェントが異事を察知し、財団の関与するところとなりました。地元警察に潜入中の財団職員がハイツの一室に足を踏み入れたところ、生命活動を停止した住民を発見しました。発見時の状況から長期の飢餓状態による餓死だと考えられましたが、検視の結果心筋の萎縮による脈拍の停止によるものだと判明しました。また、ハイツの203号室において、SCP-672JP、A と SCP-672JP、B 及び、全身の筋肉の外耳用な肥大化により体重が、キログラムに達した203号室の住民の遺体が回収され、SCP-672JP の異持陽性が判明しました。なお、SCP-672JP を所持していた男性について調査が行われましたが、身元の特定には至りませんでした。遺伝子、指紋、交際のデータについては財団の身元不明者リストに登録されています。SCP-672JP-A のロゴや、SCP-672JP-B に加えられた改変から、ワンダーテイメント博士などの要注意団体の関与が推測されていますが、断定には至っていません。ほい。SCP-672JP-B の内容、抜粋。再生開始3分58秒まで。黒一色の YK に緑色の文字で、ミスターマンの体作り講座、ダンベル体操編、と記されたタイトル画面が 0.27 秒間表示。0.8 秒の砂嵐。黒一色の YK にオレンジ色の文字で、博士のミスターマン必殺ダンベル体操、と記されたタイトル画面が表示される。青空が表示される、男性 A の声。ポ、ペ、プ、パ、ピ、プ、ピ、プ。女性 A の声。パ、プ、ポ、ピ、ポ、プ、パ、ポ。青空を映していたカメラが下に向けられ、大分県大府市の公園の芝生広場とおぼしき場所で、身元不明の男性と女性が向かい合って体操のようなものをしている様子が映される。男性 A。パ、プ、ポ、ペ、ポ、ピ、パ。女性 A。ピ、プ、ポ、パ、ポ、プ、パ。画面左手より身元不明の女性が画面内に入る。女性 B。何をしているのですか？男性 A。手足の運動です。女性 B。手か足の運動ですか？女性 A。手と足の運動です。女性 B。どちらか片方だけにしましょう。画面下方より身元不明の男性が顔を出し、これまでに登場していた3名を遮る。男性 B。いやあみんな、体作り、してるかい？毎度おなじみ。男性 B を含め、画像のみが一時停止。男性 B の声。は、か、せ、の。画像が再開する。男性 B。ミスターマンの体作り講座だ。男性 A、女性 A、B。あ、あそこにミスターマン。男性 B。今回はダンベルを使って、楽しく元気に体作り。18分15秒から20分15秒まで。男性 A、女性 A、B を背に、SCP-672JP-A に酷似したダンベルを両手に持った男性 B が立っている。男性 B。これで基本の体操はおしまいだ。みんな、どう動かせばどこが体作られるのかわかったかな？男性 B は2秒間静止した後、一回うなずく。男性 B。そうだ、いい返事だ。それではこれから、全身を体作るための体操を伝授しよう。まずは、ダンベルを持ったままその場飛びの運動。男性 A、B、女性 A、B がタイミングを合わせてその場飛びを開始する。男性 B。テンポを保って調子を整え、自分のペースでその場飛び、1、2、1、2、基本の運動で学んだ手足の開閉で、両手足の動きを感じるんだ。87分30秒から89分12秒、再生終了、まで。男性 A、女性 A、B を IK に男性 B が立っている。男性 A、女性 A、B は再生開始時点より明らかに痩せ細っている一方、男性 B は体格がよりたくましく変化している。男性 B、以上が全身の体作り体操だ。簡単だったろう。男性 B は2秒間静止した後、一回うなずく。男性 B。そうだ、だが、続けることが難しい。毎日一回、体作り体操をして、皆も体作ろうじゃないか。そしてこの体作り講座じゃ物足りない。またはちょっと難しいと感じた諸君らに朗報だ。今なら。男性 B が画面外から何かを受け取ろうとした瞬間、画面が暗転。再生終了。SCP-672JP-A 効果実験記録。実験対象 D3412。実験方法
SCP-672JP、A を実験対象の右腕に保持させ、右腕の曲げ伸ばし、左腕の曲げ伸ばし、屈伸をそれぞれ10回ずつ行わせる。実験結果、右腕、左腕、両脚の12部位の筋組織発達による肥大化が見られた。しかし、ある部位が発達するのに合わせて、他の部位が萎縮する様子が見られた。実験対象、D-3412。実験方法、SCP-672JP、A を実験対象の右腕に保持させ、右腕の曲げ伸ばし運動を20回行わせた。実験結果、実験対象の右腕が左腕の倍ほどの太さになった。握力を測定したところ、右腕は実験前の 52kg から 97kg に上昇していた。しかし左腕の握力については 48kg から 21kg に下降し、脚力や背筋力、腹筋などの成績も大幅に低下していた。実験対象、D-3412。実験方法、SCP-672JP、A を実験対象の右腕に保持させ、右腕の曲げ伸ばし運動を1038回行わせた。実験結果、曲げ伸ばし運動の25回目から対象の心拍数が上昇した。また、呼吸も徐々に荒くなった。しかし心拍数と呼吸数が上昇する一方で血圧や1回の呼吸量は低下していた。最終的に38回目の曲げ伸ばし運動を終えた時点で、実験対象が昏倒し、実験が中断された。考察、検視の結果、心筋の萎縮による血圧の低下により、脳虚血状態からの昏倒に陥ったと判明した。実験対象、D-3418D-5513。実験方法、SCP-672JP、A を D-3418に保持させ、SCP-672JP、B を視聴させながら運動をさせる。D-5513 は同じ実験室内にて待機させる。実験結果、SCP-672JP、A の効果により、D-3418 のほぼ全身の筋組織が肥大化した。一方 D-5513 は筋力の低下により、歩行に介助を要する状態となった。体重の変化としては 65kg から 75kg、68kg から 58kg であった。実験対象、D-3419D-5514。実験方法、SCP-672JP、A を D-3419に保持させ、SCP-672JP、B を視聴させながらの運動を2回繰り返させる。D-5514 は同じ実験室内にて待機させる。実験結果、2回目の運動の途中で D-5514 が昏倒した。引き続き実験を行ったところ、D-3419 の体重は 62kg から 95kg に変化した。D-5514 の体重は 58kg から 26kg まで減少しており、解剖の結果体内の筋肉が9割方失われているのが確認された。実験対象、D クラス職員11名。実験方法、SCP-672JP、A を D クラス職員1名、D-3420 に保持させ、SCP-672JP、B を視聴させながらの運動を83回繰り返させた。実験結果、待機中の D クラス職員10名は2回目の再生中に直立できないほどに筋力が低下した。一方 D-3420 は順調に全身の筋組織が肥大化した。そして3回目の再生が終了し、4回目の再生を開始しようとした時点で、突然大腿骨を骨折し、転倒した。その後 D-3420 は立ち上がろうとしたが、身動きの度に全身の骨格が損壊し、痛みによって失神した。回収された D-3420 の体重は 3kg に達していたが、回収された骨格の破片を解析したところ、指示可能な体重を2以上上回っていることが判明した。